皆さんこんばんは、ホーディエスのホリです。はい、今日は、12秒台、11秒台の、学生たちが、10秒台になる走り方の方法を4次元で物理学で解説します。で、重要なのは今練習何をやってるかというのが重要なんです。で、よく折りたたみ、膝の折りたたみがね、ここに走るときこうついてない、こう空いてる状態、これでもう 0.2、3 秒違ってきますからね。折りたたみの練習、やっぱり太ももも高く上げないといけないということを意識しないといけないんですけど、折りたたみの練習を今日お見せします。はい、折りたたみ、よくある折りたたみの練習で、これこうただ後ろに蹴り上げる、これを20回1、2、3、4、5、はい、10。これ何の練習かというと、折りたたみの中でも足首をクッとひねるというか低屈するための運動なんですね。はい、これもよく高校時代やってましたね。あ、ちなみに僕高校時代17歳の時に10秒8だったかな。だから僕はもう10秒台クリアしてる。はい、次の折りたたみはこれが難しいというか、みんなあんまり練習してないですね。足を折りたたむときに後ろじゃなくてなるべく前の方で折りたたむという、これね、オリンピック選手目指す人も絶対得意だと思う。結構僕とかも年で腹筋がないからもうやりにくい。こうです。おお、体が硬い。ちょっとこっちの方がちょっと重いです。こうね、ここでふらついてるし、こう、このこう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 、これで何が起こってるかというと、4次元の動きができています。骨盤が上げる方の足がクッと正中によって、こっちは外側に、正中真ん中によって、蹴る方の足が外側というか左側に、こっちはこう引き上げる方が中央正中によって骨盤が行くという、これが重要で、あとは足を上げるときには皆さんも太ももで上げてると思いますね。言ってね、でも重要なのは足を上げる動作というのは腸腰筋、ここのお腹の背骨から頂点して股関節でそこを使うんです。それを使うとどうなるかで、ここ腰の位置、これは普通に上げてるとき、でこれを引きつけよう、こうだと何も変わらないけど、後ろに蹴り上げるだけでは何も変わらないですよね。これを前でいくと、ほら、わかる？こっから、今ここね、ほら、ここベルトの位置、この練習がをやってると、太ももじゃなくて腸腰筋を使ってこうトランスしながらこうやって走ることができる。これあんまり知られてないですよね。これ、4DS のトランスレーションっていうんですけど、これができるようになると、10秒台はもちろんのこと、オリンピックも目指せるようになるかもしれません。皆さんやってみてください。あ、これシリーズ化して、いろいろまだ僕伝えたいことがあるんで、シリーズ化していこうと思います。4DS の短距離コーチングでした。よいしょ。あれ、何この